あなたがそういう嫌な態度を取るなら、私もあなたが嫌がることをします。何これ、何これ、どうだ、うざいだろう。八丈島に住むシングルマザーが高校生の反抗期娘にした仕返しはなんと、おー、ゲッツ、サバだ、嫌なら食べなきゃいいのに。負けるみたいで嫌だ。態度改めるまで続けるって決めたからね。ご愛読ありがとうございます。どうぞどうぞ、ぜひお試しくださいか。反抗期なんてどこにでもある話よ。愛されてるよな、母ちゃんに。はじけちゃいねえよ、夏。うざ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 。6回も言ったな。毎日こんな親になれたらいいなって思うんだけど、思った通りにいかなくて落ち込んでばっかり。何やったって無駄なんだよ。ムカつくけど愛おしい、それが家族。君が笑う笑顔になる、それが一番。話をする代わりに作ってたんじゃないの、お弁当。お弁当に込められた本音のメッセージに日本中が涙する。愛してるよ。どうも嫌がらせ弁当。お母さん、